はい、それで、今日は前回最後に説明しました定理 2.4 の証明から入りたいと思います。で、定理自体は、前回の授業の最後に黒板に書きましたので、それを見ていただくことにして、で証明の説明から入ることにしましょう。で、一応お断りなんですけれども、今日話をする内容は証明そのものではなくて、証明のアウトラインといった形で、皆さんがその理解する上で、いくらかでもその理解の助けになるような、こういうストーリーで証明をするといったような説明をしたいと思います。ですので、本当の理解はですね、やはり皆さん自身が教科書の証明を読んで理解するということが大事だと思いますので、一応今日の僕の説明を聞いた上で各自証明の方をよく考えて確認してほしいと思います。さて、定理 2.4 なんですけれども、そのもともとその我々が解こうと思っていたのは連立一致方程式でした。で、この解こうと思って与えられていた連立一致方程式は、こういう AXB イコール B という形をしておりまして、でこれは 2.2 式ですね、教科書の 2.2 式のこういう形をしておりました。でこちらの方、右の方ちょっと開けといてください。右の方にもちょっとこれから書き込みをします。で、前回の時間にですね、その説明した内容を振り返りますと、この連立一致方程式のに現れるその係数、この A ですね、係数行列 A と、それからその右辺のベクトル B からその拡大係数行列というのを作るという話をしました。で、この、与えられた方程式 AX イコール B に対応する拡大係数行列というのを、A のティルダ、ニョロですけれども、A のティルダと書いて、でこれは、この A と係数行列 B と、それから右辺のベクトル、係数行列 A と右辺のベクトル B をこう並べたものでしたね。そして、でこれを考えて実際に次何をやるかというと、この拡大係数行列に行変形を施します。で行変形を施しまして、で簡約階段行列というのを計算するという話をしました。でその形はどういうものだったかというと、この A ティルダにある正則行列 B を左からかけたものでして、でそれをその実際には A' のティルダというふうに書きました。でその A' のティルダというのをこちらの A ティルダのようにそのブロックに分けて表しますと、左から N 列を A' と置きまして、それから一番右の列を B' と置くと。でこういう形になっていて、しかもこの A ティルダ'っていうのが簡約階段行列にできるという話をこれまでにしたと思います。で、ところが、その、
今ですね、その A チルダから行変形をダダダダッとしていって、作りました簡約階段行列の A' チルダっていうのは、こういう形をしているんですけれども、これも実はその拡大係数行列の形をしているので、これからその、最初に与えられたものと同じように連立一次方程式を考えることができるんですね。で、その連立一次方程式が、まあ、この簡約階段行列に現れたこのブロックを使って A'X イコール B' という形の連立一次方程式をまあ立てることができるわけです。ここまでいいですか？連立一次方程式が与えられたらそこから拡大係数行列を作ってそれを行変形で簡約階段行列に落として、で今度はそこからそれに対応、この簡約階段行列に対応する連立一次方程式を作りましたという話ですね。で、この話の肝は何かというと、実はここで連立一次方程式がこう2個現れたんですけれども、この2つの連立一次方程式は実はその解は変わらないというのが大事なポイントです。で、どういうことかというと、その与えられたこの連立一次方程式の解は、こちらの新しく簡約階段行列から導いた連立一次方程式の解になっているし、逆もまた成り立つということで、だから、ちなみにこの新しい連立一次方程式は、教科書では、2.5 式、どこにありますかね。教科書44ページの真ん中ら辺の2.5 式という式に表されていますけれども、そうしますと、この2つの連立一次方程式の解が同じものですから、これからその証明の中でやることは、この与えられたの 2.2 式の連立方程式をその簡約階段行列に変形した2.5 式の連立一次方程式を使って解くということがこうできるわけですね。ここまでいいですか？それで、ついでにそのこちらの、その新しく導いたその 2.5 式の連立一次方程式で解くと、その何が分かるかというと、そのこの A' と B をブロックに持つこの行列というのは、この簡約階段行列という非常にまあ特殊なというか都合の良い形をしていますので、これを使うとその方程式に解が何個あるかとか、それからその解はどのようにこの行列の要素値を使って表されるかとか、そういうことが簡単に分かると。まあ簡単にというのは計算は少なくとも手計算は面倒かもしれませんが、原理的にはちゃんと分かるというのが特徴なわけです。そこでそういうことが背景にありまして、その与えられた連立一次方程式を、まあ、簡約階段行列にその変換して、こうその解の様子を調べましょうというのが、まあ、この定理 2.4 の証明のあらすじとなっています。まずはそういう、こういう流れで、その方程式の解を調べるというところを確認しましょう。ここまでで何か質問ありますか？
で、教科書の証明ですと、その見ますと、その与えられるた、その連立一次方程式のっていうのは一般的な形をしていて、一般的な形っていうのは係数行列 A が M 行 N 列とかいう形なんですよね。で、こう M 行 N 列っていう一般の形を扱う、最初から扱うと、そのなかなかその何をやってるか、つかみにくい人もいるかと思いますので、一応今日の説明では例題としまして、この係数行列 A が特殊な、まあある場合を考えましょう。係数行列 A がその3行5列という場合を考えましょう。で、先ほども申しましたように、そのこれからの説明はこの3行5列、 A が3行5列という、まあ、一つの例に関して説明をしますので、だから一般の M 行 N 列の場合っていうのを皆さんは改めてこう証明を読んだりしてこう理解をしておく必要があります。そこ注意してください。で、じゃあ A が3行5列の行列で考えるっていうんですから、とりあえずまあちょっと A をですね書いてみましょう。まあ全部の要素は書きませんけれども、すいません、ですね、ちょっと行と列の値が反対でした。5行3列でしたね、すいません。5行3列で考えましょう。そうしますと、まあ、A はこういう形でこうの行列としてこう表されるわけですね。でそれから、じゃあ、変数 x ですね。x は一体何個変数があるかっていうと、これ一般の連立一次方程式では、この変数の個数というのは、この係数行列の、列の個数に等しいですから、そうすると、変数は x1、x2、x3 という、3変数の、になります。で、右辺のベクトル B は、これは係数行列 A の行数と同じく、まあ、5つの成分からなる列ベクトルになります。で、まあ、この A ですね、 A の各要素をスモール A の、まあ、成分ですね、成分をスモール A の ij というふうに表しましょう。で、これ、A が5行3列の行列ですので、その、まあ、証明に現れる M と N という変数がありますけれども、まあ、M が5で N が3という状況の例になります。まずここまで確認しておきましょう。ちょっと見えにくいですか？よいしょ。大丈夫でしょうか？そこで、
まずその連立一次方程式が今この係数行列 A とそれから変数を表すベクトル X とそれから右辺のベクトル B を使ってこう与えられたとしましょう。でその時にまずやることはその拡大係数行列を A チルダを作ります。でこれはその係数行列 A とそれから右辺のベクトル B をこう並べますと。まあ、ここまではまあいいですよね。で、まあ、これは特にその要素を詳しく書く必要はありませんので、今はありませんので、このままにしておきます。で、今度はこれにですね、その行変形を施す。行変形を施しまして、行変形を施すということは、ある特定の生息行列 B をこの A チルダの左からかけるということを表していますけれども、でこの行変形を行いますと、これが A' チルダという行列になります。でこの A' チルダという行列を、まあ一番右の列を除く左側のブロック A' とそれから一番右側の列ベクトル、B' の組み合わせでこう表すことにします。で、そこで、この、拡大係数行列ですね、これ、簡約階段行列になってますので、この A' チリダっていうのは、そのどのような形で表されているかというと、教科書で言いますと、その教科書44ページ の、 その真ん中ら辺にある大きな行列がありますよね。この形になります。で一応これをちょっと書いてみますと、まず、11要素が1から始まって、でしばらくこう階段みたいに続いて、で次に、あるところで、第2行で1の要素があって、というのが続きまして、で最後にどこかで最後の階段の1があって、であと、なんか要素が続くと。まあ、こういう形をしております。で、この要素の、この階、いわゆる階段の部分の、左下は、の成分は全部ゼロなわけですね。そしてこの1が現れるそのちょうど階段の段にあたる部分の列の番号なんですが、このこれを一番左側から K の1と、で次に階段の段が下がる部分の列の番号を K の2というふうにして、最後にその階段が下がる部分のこの列の番号を K の R というふうに表しています。ですので、ここで気をつけたいのは、まずこの R ですね。この R というのは、この簡約階段行列に現れます、その階段の個数を表していることに気をつけてください。まあ、個数もしくは段数とでも言えると思うんですけれども、この R は階段の個数を表しています。それから、あと、この行列の、まあ、一番右側の列ですね、このブロックで表した B' に相当する部分は、成分を B の 1' から B の R' と、いうふうにこう表しておきましょう。もう一回確認しますと、その
簡約階あ拡大係数行列を簡約階段行列に変換したときに、この R というのはこの、この簡約階段行列に現れる階段の個数を表していて、それから K の1とか K の2とかっていうのは、それぞれ階段の1段目、それから2段目の、位置ですね、階段の位置を表しています。その K の J ですか。階段のその列の位置ですね。で、これ J は1から R の範囲で階段の列の位置を表しています。で、これからやることなんですけれども、そのいくつかの場合に場合分けをして、その方程式の解の個数がどうなるかっていうことを調べていきます。で、どういう場合分けをするかといいますと、まず、階段の個数ですね。まず、階段の個数 R。それからその位置ですね。これは K の J と、あと、変数の個数。これは方程式の変数の個数ですけれども、方程式のその変数の個数、これは n で与えられていますから、この変数の個数 n の代償関係で、場合分けをして考えます。そしてじゃあ実際にその場合分けしていきますけれども、まずその どこで場合分けするかというと、その最後の階段ですね。最後というのは一番右側にある階段、最後の階段の位置、KR。一応確認しますと、この最後の階段の位置ですから、この場所ですね、この場所。この場所の値で場合分けしましょう。でさらに、そのじゃあどのように場合分けするかということなんですけれども、2つの場合に分けるんですが、1つはこの KR が、N プラス1の場合、N プラス1というのは、ちょうど N プラス1というのは一番右端の列ですね。だからこう階段がこうあって、一番右端の列でこう1個階段があるような場合ですね。で、もう一つはこの最後の一番右側の階段の位置が、まあ、n 以下の場合と、まあ、この2つの場合に分けて解のについて調べていきます。ここまでいいですか？階段のまずその最後の一番右側の階段の位置で場合分けをします。で、どう場合分けするかというと、一つはそのこの一番
右側の階段がこの拡大係数行列の一番右側の列に来た場合で、もう一つはそれ以外の場合ですね。じゃあ最初にその簡約階段行列のその一番右側の階段が n プラス1の場合ですね。ちなみに今の例では n は3列 n は3で3としてますので、そうすると n プラス1ですから4ですね。今の例ではの場合を考えましょう。で、今のその問題の例において、この拡大係数行列を行変形で簡約階段行列にしたものを考えますと、これまあ A 治療ダッシュというのは A' ダッシュとそれから列ベクトル B のまあを並べた行列として与えられるわけなんですけれども、今はですね、この拡大係数行列が5行4列の行列です。で、まあ11成分が1から始まって、でまあこれ点々点と何段か階段がありますと。でポイントは一番右側の列にこう階段が1段ありますということなんですね。でまあそれその左下の要素成分は全部ゼロなんですけれども、でこれを見てその何が分かるかといいますと、この一番右側の列にこう階段が1段あるということは、この一番右側の列はここにある1を除いて他の成分はみんな0なんですね。ということはまあでしかもこの一番右側の列のこの1の成分がある同じ行の要素もこう全部ゼロなわけです。ここまでいいですか？で、この行列の中でですね、その、元の電離知事方程式のその係数に係数の部分がまあこの左側の n 列の部分なんですけれども、それぞれの列がどの変数に対応してたかっていうと、今係数が3列ですか。だからまあ x1x2x3 となっていて、この行列の例えばこの第3列っていうのはこの方程式の変数 x3 の、 まあ係数を表す行列なんですが、でここがこういうこうかこういう並びだっていうのは、これ方程式で書くとどういう方程式になるかというと、0×x1 プラス 0×x2 プラス 0×x3 イコール1という方程式になるわけですね。でまあだからこれ直せば0イコール1という方程式になるわけです。で当然ながらこういう方程式を満たす解 x1、x2、x3 というのは存在しません。でまあ、こういう方程式がこれが含まれるので、その解は存在しないということが分かります。
というのがまず最初の場合ですね。ですのでもう一度繰り返しますが、その簡約階段行列に変換したときに、その階段が一番右側の列に現れるような場合ですね、にはその元々の連立方程式に解は存在しないということがわかります。ここまでいいですか。ちなみにですね、もう一言を付け加えますと、この解が存在しない場合っていうのは、その階段が何段あるかには関係しないということに注意してください。例えば階段が、1段しかなかったとしても、階段が段数がたくさんあったとしても、この一番右側の列に階段があると、もうその時点でその方程式には解は存在しないという点に注意してください。さて、で最初の丸1の場合が終わりましたので、次に、この kr っていうのは、一番右側の階段の位置が、その n 以下の場合ですね。今使っている例では、3以下の場合なんですけれども、これについて考えましょう。でこの時はさらに今度はr の値、すなわちこれ階段の個数ですね、階段の個数で場合分けをします。で、2の1の場合としまして、じゃあその階段の個数がちょうど n、n っていうのはその方程式の変数の個数ですね。変数の個数に等しい場合を考えましょう。でこの場合なんですけれども、その拡大係数行列を行変形で簡約階段行列に変形しますと、この例題の場合はどういう形になるかといいますと、こういう形になります。こういう形になるんですね。ちなみにこの、右上の成分で何も書いてない部分は全部ゼロが入っています。全部ゼロです。で、こういう形になるということが分かりますので、その簡約階段行列にした後の方程式というのは、方程式は、1行目から順番にこれ、方程式の形に直しますと、x1 イコール b1 ダッシュと、それから x2 イコール b2 ダッシュと、それから x2 イコール b3 ダッシュと、こういう形の方程式として得られるわけですね。で、こう見てすぐ分かる通り、これはその x1、x2、x3 に関する解の表現になっているわけです。だから、もうこれ見て、もう x1 は
この解は B1 ダッシュで、X2 の解は B2 ダッシュで、X3 の解は B3 ダッシュと。で、これでもう解が分かると。しかも、この形から、その方程式の解は、ここにあります一組のみに、ただ一組に定まるということも分かります。もう一度振り返りますと、その拡大係数行列を簡約階段行列に変形したときに、その、まあ、階段がちょうどこう1段ずつこう降りていく形で、あ、1列ずつですね、1列1段ずつ降りていく形で、その階段の個数が変数の個数に等しい場合には、この連立一次方程式の解はただ一組定まると、分かります。ここでいいですか。そして最後ですね、最後のケース、2の2としますけれども、最後のケースは、この階段の個数 R が、変数の個数よりも小さい場合は使います。そこで、まあ、これはですね、その、この階段の個数 R が、まあ、いろんなケースが考えられます。例えば、今の問題でも、3より小さいっていうことですから、その階段の個数が1個か2個かっていうことになるんですけれども、まあここでは例としまして、この階段の個数が2という例を考えましょう。それからこの簡約階段行列がの形なんですけれども、1 A の1 2ダッシュ0 B の1ダッシュと、それから1 B の2ダッシュと、まあこういう形になったとしましょう。他にもいろいろそのパターンが考えられますけれども、とりあえず今はこういう形をのパターンの時の解を考えます。でそこでその次にやることは、その、まあ、この形で表されたその拡大係数行列から、その元の連立一次方程式、あ、元のというかこの形からです、そうしたら連立一次方程式を書き直してみることですね。じゃあこの形の連立一次方程式を書いてみますと、まず第1行からですね、一応復習しますと、その各列がどの変数の係数に対応しているかっていうと、第1列が x1、第2列が x2、第3列が x3 の係数となっています。ですので、第1行からが表す連立一次方程式が、x1 プラス、A の12ダッシュ X2 イコール
P1 ダッシュ。それから、まあ、ちょっとここ開けましたけれども、で第2行が表す連立一次方程式は X3 イコール B の2ダッシュと、ここですね。結局、その与えられた連立一次方程式というのは、まあ、この形と同値だというわけです。で、こうして見てみますと、今3変数あるうちでですね、その階段がある列の変数と、それから階段がない列の変数というのがあることに気づくと思います。具体的に言いますと、この拡大係数行列を見ますと、その第1列と第3列にはこう階段がありますから、そうすると変数 x1 と x3 にはそれぞれ対応する階段があると。しかし、変数 x2 には対応する階段がないということが分かります。そうなりますと、その階段がある変数列に対応する変数ですね、するとない、階段がないところの変数で、その階の形が決まります。まず1番目なんですが、まず1番目は、階段がない列の変数の解ですね。今の例ですと、x0 と書いておきますけれども、今の例ですと x2 ですね。x2 は、これ実はこれは任意の値を取ることができます。つまり任意の値が解になるということですね。次に、あと残りはその階段がある列の変数の解ですね。階段がある列の変数の解 xj。この例ですと、x1 と x3 ですね。は、どうなるかというと、階段がない列の解、階段がない列の解ですね。1の解か、あるいは、その右辺のベクトル b', もしくはその両方の値によって定まります。ここまでいいですか。で、この1の解か b' もしくは両方の値によって定まるっていう書き方なんですけれども、例えば今の例を見てみますと、この x3 っていう解はどうやって定まるかっていうと、これ方程式見ますと x3 イコール b2' になってますから、この x3 はもうこの b' のベクトルによってのみによって定まるということがわかります。一方で、x1 の方を見ますと、これ x1 っていうのは、まあ、右辺が b1' があって、しかも、それに、プラス、まあ、こういう x2 という解が入ってきてますから、そうすると、b1' と、それからもう一つの、まあ、何でも値取れる解ですね。この x の値によって定まるというふうに
この2番のケースも若干こう解の定まり方が異なる場合があるということに注意してください。ここまでいいですか。でそれからあともう一つは、じゃあその階段がない列の変数の解とか階段がある列の変数の解、こういう1の場合の解とか2の場合の解っていうのはそれぞれ何個ずつ存在するかっていうのも問題なわけですね。で、それを見てみますと、まず、2番の方から見ますと、その階段がある方の解っていうのは、この個数っていうのは当然ですけど、これ階段の個数分だけあります。だからこれ階段がある方の解というのは、その個数は R ということになります。で、一方で、じゃあ階段がない列の解というのはいくつあるかっていうと、これ変数の個数が今全部で N ありまして、そのうち階段がある方の変数の個数が R ですから、そうすると階段がない方の変数の個数はその残りですね。ですので、1の変数の個数は、の個数が n-r ということになります。で、さらに、見ていきますと、この1番の、階段がない列の変数の解っていうのは、どんな値をとってもいいんですね。で、どんな値をとっていい解が、n-r あると。どんな値も取っていいっていうのは、すなわち自由な値を取っていいっていうんですけれども、その、自由な値を取ることのできる解の個数を、この連立一次方程式の解の自由度と言います。これを n-r というのを、この連立一次方程式の解の自由度と言います。ですので、その与えられた方程式から拡大係数行列を作って、それを簡約階段行列にしたときに、その階段がない、列の、変数の個数ですね、これがこの与えられている連立一次方程式の解の自由度という呼ばれる値になります。ですから、この個数分だけは、この個数の変数については、解はその自由などの値を取れるということですね。ということで、一応、与えられた連立方程式をですね、その簡約階段行列にこう直すことで、で一応これで全ての場合についてその解の個数がどのようになるか、あるいは解がどのように定まるかということを、調べ終わったということになります。ということで一応これで大体その定理 2.4 の、述べられていることですね、のアウトライン、証明のアウトラインを一通り、終えました。ここまで何か質問ありますか。はい。そこで、これで教科書の45ページが終わりまして、次に引き続き、教科書の46ページに進みます。で、ここからはですね、政治連立一次方程式と、それに関するいくつかの性質が述べられていますので、一通り書いていくことにしましょう。
一応まあこれから書くことは教科書にも一通り書かれていますけれども、まあ一応言葉を区別するために一通り定義とか命題とかという見出しをつけて書きます。まあ、教科書を見てきた人はすでにわかると思うんですが、政治連立方程式というのはこの AX イコール0という形の連立方程式です。と教科書では46ページの上から2行目に式 2.8 とにあります。の右辺が、まあ、0ベクトルの形の連立方程式をですね、これを、まあ、政治連立方程式と言います。まあ、これはまあこういう形だということに特に問題はないでしょう。で、以下ですね、その教科書の46ページではこの政治連立方程式に関するいくつかのまあ性質が書かれておりますので、これをまあいくつか命題という形で書いていきましょう。ですので、まあ、教科書でチェックして済む人はそれで結構です。まず最初に出てきます性質は、命題として書きますけれども、政治連立一致方程式この AX イコール0ですね、 AX イコール0は必ず解を持ちます。まあ非常に単純な話なんですけど、で特にこの政治連立一致方程式は、x イコール0ですね、この全部の変数が0という解を持ちます。で、この解を、自明な解というふうに呼んでいます。で、証明はここではしませんが、一応教科書にも本文中にダラダラダラというふうに書いておりますし、それから僕の講義ノートにも書いておきましたので、まあ、必要な人は後で各自確認してください。で、次の命題なんですけれども、
次は、同じく政治連立一致方程式か。政治連立一致方程式。の、まあ、解が、まあ、少なくとも一つは存在するわけですけれども、まあ、解が、まあ、あったとしたら、その解の和やスカラ倍もまた同じ方程式の解になります。でこれも証明はここでは述べませんが、まあ、実際に皆さん自分でその考えてみるといい練習になるのではないかと思います。ちなみに僕の講義ノートには証明つけておきましたので、一応まあ各自ちょっと考えてから参照してみてください。それから、あともう一つですね、政治連立一致方程式に関する性質ですけれども、政治連立一致方程式 AX イコール0の解の自由度、先ほど出てきましたが解の自由度が N-R の時、もう一度思い出しますと、この時の R っていうのは何だったかっていうと、その拡大係数行列を行変形で簡約階段行列に変形した時の、その階段の個数ですね。で、そこから解の自由度が分かるわけですが、その解の自由度が N-R の時、線形独立な解が N-R 個存在します。で、ちなみにこの N-R 個の線形独立な解というのを方程式、連立一致方程式の基本解と言います。さらに、同じ方程式ですね。一応の教科書で、これに 2.8 っていう式番号が振られてますから 2.8 式と表しますけれども、この方程式の任意の解は N-R 個の基本解の線形結合で
一的に表されると。という性質も成り立ちます。とは言いましても、この命題ですね、一体何を言ってるかさっぱりようわからんという人もいるかと思いますが、若干その理解の手がかりになるであろう例題がですね、次の教科書46ページの下の方にあります、例題 2.4 というのがありますので、ちょっとそれを見てみましょう。例題 2.4 はどういう問題かといいますと、まあ、変数、4変数ですね、4変数で方程式の個数が4個の連立一次方程式が与えられていて、で、右辺が全部0ですから、これ正時の連立一次方程式なわけですね。で、これの基本解を一つ求めなさいという問題です。で、でその回答を見てみますと、係数行列をこう拡大係数行列でもいいんですけれども、拡大係数行列を行変形によって簡約階段行列にすると、この教科書の回答にありますように、その階段の個数が2個なわけですね。階段の個数が2個ですから、R が2となります。で、そうすると、この N-R っていうのが、その、基本解の個数でしたから、今 N っていうのはこれ変数の個数で、これ4ですので 4-2 イコール2ということで、この連立一次方程式はですね、その簡約階段行列の形から2個の基本解を持つということが分かるわけですね。で、実際にその方程式を解いた結果を見ますと、これは一応教科書に沿って読んでみますので、皆さん実際に解いてみるといいと思うんですが、 X3 が任意の数ですね、 α1 と表すことができて、で X4 が、あ、ごめんなさい、 アルファですね、ごめんなさい、X は3がアルファ、X4 をベータと。まあ、X は3と X4 は任意の値を取ると。そういうことができて、で、あと X1 は、アルファプラス、10ベータになると。それから X2 は、解きますと、マイナス2アルファ、マイナス7ベータになると。まあ、こういうふうに、こう、解が表せたとします。で、これをその基本解の線形結合で表しなさいっていう場合に、どうするかっていうと、まず、この4つの解をこの列ベクトルで表すわけですね。並べて表すわけですね。そうしますと、x1 が α プラス 10β、それから x2 がマイナス 2α マイナス 7β。それから x3 が α で x4 が β となっています。
ということなんですが、これまで見てきた通り、そのこの解に現れる α と β っていうのはその任意の値を取ることができますから、そうすると、これを基本解の線形結合で表すということは、これ α を任意の値としてこういうスカラーと扱うわけですね。で、β も任意の値としてこうスカラーで扱うと。で、こういう形の2本のベクトルにと、あとそれを α 倍、それを β 倍したものの線形結合で解が表せれば良いということになります。で、この時に、ここに来るベクトルが基本解と呼ばれるものです。このような形で、こう、α と β をスカラーとして、で、この解のベクトルですね、この解を、この α をスとスカラー、β をスカラーとするようなベクトルの線形結合で表すことによって、この連立二次方程式の基本解を表すことができます。できるようになります。で、実際に、その、どう表されるかということなんですけれども、あとはその各成分に現れているアルファとかベータの係数を見ればいいわけですね。アルファの係数を見ますと、x1 の成分は1で、x2 の成分はマイナス2、x3 の成分は1で、x4 の成分は0となりますね。それから、ベータの係数を各成分で見ますと、x1 第1成分が10、から x2 の第2成分がマイナス7、それから x3 の第3成分が0で、x4 の第4成分が1ということで、まあ、この教科書にもありますように、この、まあ、1、2、マイナス2、1、0と、それから10、マイナス7、0、1っていうのが、この与えられた連立二次方程式の基本解であるという答えになります。まあ、多分、演習の授業でこういう問題が出ると思いますので、一応まあこういう方針に沿って解けば、まあ、解けると思います。で各自、やってみてください。はい、ここまで何か質問はありますか？はい、今日はですね、もう少し進めるかなと思ったんですが、どうも、ここで、こう、時間が来たようですので、今日はこのぐらいにしたいと思いますが、次回は、一応今日はですね、この教科書ですと46ページまで終わったことにしまして、で次回は、この次ですね、教科書47ページから、定理 2.5 から進みまして、多分、行列の回数、ランクの話に入れると思いますが、まあ、できる人は そちらの方まで、教科書の方を見たりして予習してきてください。特に皆さんから何もないようでしたら、今日はこれで終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。